源田です。さあそして今日はヒーローは岡田が呼ばれました。さあ3安打猛打賞の今日2打点の岡田のヒーローインタビューです。札幌ドームにお集まりのライオンズファンの皆さん、そして全国のプロ野球ファンの皆さん、ヒーローインタビューです。見事3安打猛打賞、貴重なタイムリーヒット2打点の活躍でした。岡田選手です、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちからお願いします。本当は野上さんが、粘り強く投げてくれてたんで、そのおかげで打てたと思うんで、はい、野上さんに感謝してます。3安打猛打賞で2打点の活躍です、いかがでしょう。打たないバッターなんですけど、日本ハムの中田に見せたろうと思ったんで、なんとか良かったです。相手の本拠地でいい形で打てましたね。そうですね、本当にいい形で打てたんで、明日からの試合本当に頑張っていきたいと思ってます。7回のタイムリーは相手の決め球の落ちる球うまくすくい上げましたけれども、どのように評価されてますか。できすぎです。そして今シーズン札幌ドームでの最後の試合となりました。ファンの皆さんの声援はどう届いてました。本当に今2位争いしてて、いい声援が本当いつも聞こえるので、本当にありがたいです。さあそして残り試合もあと3試合、明日からは楽天との本拠地に戻って連戦が控えています。チームを代表して一言お願いします。絶対2位を掴み取りたいと思ってます。メットライフで皆さん待ってます。ありがとうございました。以上今日のヒーローは岡田選手でした。今日は見事な3安打猛打賞2打点という活躍を見せました。岡田のタイムリー、3安打猛打賞、5月17日 ZOZO マリンでのマリン戦以来と